横手の魅力営業課の安部と申します。よろしくお願いいたします。私の方からは、えー、首都圏の飲食店で開催します、えー、横手フェア、過去、仮称でございますが、そちらのご案内をさせていただきます。えー、横手産品の認知度向上と販路拡大,拡大を目的としまして、えー、令和5年度より事業連携を行っている、えー、一般社団法人食おこしプロジェクト様のご提案によりまして、 株式会社モスフードサービス様が都内で運営する和食レストランアエン様ですが4店舗で横手産品を使用したメニューを提供する横手フェアを開催いたします期間ですが11月からの1か月間から3か月間を想定しておりますただいまモニターに映している映像はアエン様の店舗の様子になっております また来週ですが、9月の3日、4日にモスフードサービス様から料理人、また関係するバイヤーの方6名が豚肉や芋の粉、なめこ、漬物、麺類、日本酒の事業者など、市内12事業者を視察いたします、えー、生産現場を視察いただくことで事業者様のこだわりを肌で感じていただき横手産品の魅力を伝えることを目的としております。 え、視察後にメニューの考案、提供数、提供期間を協議の上、決定し、フェアを開催いたします。え、期間中はメニュー提供のほかえ、店舗内の販売スペースで横手産品も行い、販売も行いたいと考えております。え、横手産品には、え、首都圏の大型スーパーなどでは、え、ロット数に対応できない事業所も多くおります。え、市としては、え、経営規模に見合った 対応が比較的可能な飲食店をターゲットとした販路拡大の取り組みも重要だと捉えており、フェア時の評価が良ければ、継続した横手産品の使用や他の首都圏の飲食店へもご提案いただけるというふうにお答えいただいておりますので、今後の取引につながる可能性があるものだと思っております。フェア収容後は、 え、アイエン様より、え、産品の評価をいただけますので、え、事業者の皆様へフィードバックすることにより、商品のブラッシュアップの参考などにもしていただきたいというふうに考えてございます。え、フェアの詳細につきましては、え、視察後に決定いたしますので、え、決定いたしますが、えっと、視察の、視察についての情報提供もしたいと思い、え、今回記者会見の場でお知らせさせていただきました。え、メニュー、 提供数、提供期間などは9月末に決定する予定ですので、決定次第改めてお知らせいたしたいと思っております。えー、亜様でのフェア開催により、横手産品の認知度向上、販路拡大、えー、横手ファンの増加につながる取り組みになれば良いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。